羽生結弦選手の平昌五輪優勝は怪我復帰からの大会ということでかなり心配され大注目されるものであった。今季もロステレ杯での怪我の影響でグランプリファイナルは欠場と伝わってきており、羽生選手の怪我との戦いは尽きないようだ。あの平昌五輪での感動を新たにするようなニュースが今回の仙台での優勝パレードの経済効果発表の話題であった。実行委員会の発表では県外からの参加が約24,600人にも上り、国外からも約400人が訪れ、宿泊費や飲食費などを中心に効果があったとか。実行委員会の会長さんのコメントでは、羽生選手の偉業が数字としても現れ驚いているとあったが、これには少し異論があるけれども衝撃的な数字であった。経済効果の18億5,000万円よりも羽生結弦選手の優勝パレードのために約24,600人の人の移動があったということの方が注目だ。当然行きたくても行けなかった潜在的な人数も考えると、これほどまで多くの人に影響を与える一人のアスリート、羽生結弦選手の存在である。やはり羽生結弦選手の生き様は多くの人の心にかけがえのないものを与えてくれているのであろう。ニュースを読んでみた。2018年4月に仙台市内で行われた男子フィギュアスケート羽生結弦選手のオリンピック連覇を祝うパレードについて約18億5,000万円の経済効果があったことが分かりました。これは30日に仙台市役所で開かれたパレードの実行委員会で発表されたものです。それによりますと、来場者の飲食費や宿泊費などの直接効果が11億4,000万円、各産業への波及効果が7億1,000万円で合わせて18億5,000万円の経済効果があったと推計しています。また収支は応援グッズの売り上げや寄付金など収入が2億1,800万円、運営費や広報グッズ制作費など支出は1億9,600万円となり、2,200万円の剰余金が出ました。実行委員会は剰余金をスケート選手の強化のため県スケート協会に全額寄付することにしています。ネットの反応、経済効果も余剰金もすごい、みんなの幸せに満ちた笑顔を実感したパレードでした。多くの人を幸せにしてくれた羽生選手に感謝です。余剰金は宮城県スケート連盟に全額寄付、選手たちの援助になりますね。復興途中で大変だと思いますが、仙台市と宮城県には選手の練習環境向上のため民間とも協力して、ぜひ仙台に国際規格の常設リンクを作ってほしいです。18億5,000万円、ただただこの金額の大きさにびっくり。それからこの金額には入ってないと思うが、羽生結弦展を開催してくれたデパートの高島屋と読売新聞社、羽生のシューズを展示してくれたサマンサタバサのサマンサ女子の皆さん、仙台市の地下鉄に羽生の写真集のプロモーション広告を出稿してくれた講談社も、その経済効果も含めてありがとう。一人でこれだけの経済効果を上げるのはすごい。よくバンドとかアイドルが何万人動員とか見るが、メンバー4、5人で何億もかけてプロモーションした上で歌やダンスを見にファンの方が行く。羽生さんはたった一人でパレードするだけでこれだけ集まるのがすごすぎる。18億5,000万円とはすごいとしか言いようがない。ものすごい経済効果ですね。羽生選手の偉大さがこの数字に表れているのを改めて感じます。スケートを通じてこれだけ社会に貢献してくれている羽生選手に心から感謝です。1日も早く怪我を治して、また素晴らしい演技を見せてくれるのを待っています。本当に素晴らしいパレードでした。たまたま中年の男性が T シャツを買われる時に、私の着ている紫色柄のを見てこれがいいねと買われていました。初対面の人とも楽しい会話ができ、パノも IUZU を愛する心がそうさせるのですね。楽しい思い出になりました。パレードでゆず以外に目を向ける人の気持ちが残念です。剰余金の寄付もすごいな。また羽生選手に続く選手が育ってくれますように。ボーンに見せたいニュース。一人のアスリートがパレードしただけで 18.5 億、すごいです。さすが羽生くん。私はテレビを見ていましたが、羽生くんの人柄が伝わってくるいいパレードでした。五輪やこのパレードを見て羽生くんに憧れるようになった子どもたちの中から、羽生くんに続くような選手が現れるといいですね。さすがスーパーアスリート。動員力、経済効果、半端な一手よ。稀有な存在、後世この人に匹敵するカリスマが現れるのか想像できない。フィギュア界が進化したとしても、今ほど注目されず、クールダウン？それも寂しいよ。同じ字に感動し、共感できるまでさ。アンチさんも関心ない、人も後悔しても知らないからね。なんともあっぱれな数字というか、桁違いの金額でびっくり。です。仙台市は、羽生選手が現役で活躍されている間は、ますます活気に満ち溢れることでしょうね。もう、からこんな経済効果を満たしてくれるアスリートは出てこないと断言できるくらいすごい選手です。私も、当時羽生パレードに参加しましたが、中高年羽生ファンのマナーの悪さが実は目立ちました。場所取り、ゴミポイ捨て、絶叫、他者、特に若い女性への肘打ちや罵倒を散々目にしました。羽生ファンはこれらを認めたくないでしょうが、これらは事実で、Twitter 上でも報告されてますし、ネットでニュースにもなりましたよね。羽生パレードのメリットばかりが注目されていますが、羽生ファンのせいで、残念な思いをした人、特に若い女性がいることや、羽生選手のイメージが悪くなっていることも知ってほしいです。普通、故郷に錦を飾ることも困難なのに、こんなに経済効果が、どれだけ故郷に恩返しするのか。しかも、最近また、4000万以上寄付、その中から宮城に1000万だったかな。寄付したんだよね。五輪金の報奨金も2回とも全額寄付だし、本の売り上げも、仙台のスケートリンクに寄付してるよね。そのリンクのバスも寄付したとか。他にも、仙台のリンクのマークのついた手袋を公につけて、ファンが手袋買ったり、もうどれだけ貢献してるのかな。もうやりすぎだよ。もういいよ。今度は、自分とご家族のために使ってください。未来のために貯金してください。今 CM で、みんなで羽生結弦を作っていると、羽生選手自身が口にしているが、実は、それこそが彼に与えられた天賦の才だと思う。最初は確かにプル様に憧れただけだったかもしれない。個人的に金メダルを目指しただけだったかもしれない。が、震災、そち後の自身の影響力、さまざまな経験を経て、彼は自分が天から与えられた役割を意識するようになったのだと思う。自分に何が求められているか、自分はどうあるべきか、どうすれば社会に還元できるか。フィギュアスケーター、羽生結弦は、多分、彼が、皆の期待に応えようと、彼自身が作り上げた存在なのだと思う。そして、彼が、真に稀有な人間だと思うのは、そのイメージを崩さぬよう、私生活も自制し、日頃の立ち居振る舞いにも、細心の注意を払っていることだ。あの若さで、羽生選手の社会に奉仕しようとする心、その精神による渾身の演技、それが私たちを動かし、また経済効果も生むのだと思う。すごい。たった一人で、これだけの効果を上げてしまうなんて。羽生くんは、自分の影響力を、すべて人のために利用して、みんなを幸せにするね。彼を誇りに思うとともに、羽生くん自身も幸せでいてほしいな。税金を1円も使わずにパレードを成功させて、なお、かつ余剰金も出せる人。措置の時は、アンチの声がすごくてそうせざるを得なかったが、連覇した今回も前回以上の人数を集客できる人。尊敬の念しかないですね。早く良くなってください。事務所にも属さずにこれほどの人数や経済を動かすってすごすぎる。ピョンチャン五輪の時も世界各国から羽生さんの応援に駆けつけたファンが多かったですからね。本物だ。パレードに参加しました。始まる前は暑かったのに、パレードが開始になると気温が下がり、爽やかな風が吹くという、なんとも不思議な体験ができた。いいパレードだった。余剰金の2200万は、宮城のスケート連盟に寄付されるとのこと。仙台の凱旋パレードは羽生選手を一目見ようと、約11万人のたくさんの人たちが全国から集まりましたね。羽生選手もそれに応えるように、精一杯に手を振って素晴らしいパレードでした。羽生選手はいろんなところに貢献されていて立派ですね。大好きな仙台が活性化するのは嬉しい。本当に、東北は良い人ばかりでした。すごい経済効果。ピョンチャンオリンピックをはじめ、羽生選手が出場する海外試合の国々、国内の開催地も、その経済効果を喜んでいました。みんなを笑顔にさせながら、経済効果も生み、被災地にも支援できるアスリート。本当にかけがえのない選手であり、日本だけでなく世界の誇りだなと思います。たった一人でこの経済効果はすごい。18億円、すごすぎだろ。一人でだからな。まあ確かに11万人が集まってお土産買ったり飯食ったり宿泊観光、確か T シャツとグッズも地元製造か。経済回すね。パレードに行きたかったのに行けなかった一人です。テレビやツイッターでパレードの様子を見て、仙台という街にも好印象を持ちました。機会を作って羽生選手の故郷仙台に旅行に行きたいです。羽生選手の影響ってパレードだけではない気がします。私のように仙台自体に東北自体に目が向いた人が多いと思うので、18億以上の経済効果あると思う。ファンも地元も幸せになれるっていいですよね。パレード当日、主人と一緒に行ったけど、小さなお子さんを肩車しているパパや抱っこしているママ、小中学生らしい子たち、高校生、若いカップルやおじさまおばさまたち、年配の方たちと老若男女、本当に人々人だった。皆始まる何時間も前から待っていて、羽生君に手を振り声をかけ、通り過ぎた後その場にいた見知らぬ者同士、見れたから写真撮れた、うまく撮れなかったと言いながらお互い映像を見せ合っていたりして、とても温かな空間だった。終わった後のゴミ出しの報告もとても嬉しかった。帰りに牛タン食べてお土産たくさん買ってきたから、少しは地域の経済効果に貢献できたかな。すごい驚異的な数字。割と近いので仕事帰りに参加しました。出遅れたので後ろの方で、周りは中国語圏の若い方々が多かった。後ろまで手を振ってくれた羽生結弦選手は良い人で、やたらに可愛らしいオーラを放っていた。すご。私も行きたかった。有名人よりすごい。羽生くんの経済効果すごいですね。私も県外から参加させてもらいました。少しは貢献できたかな。小さいお子様からご年配の方まで、さらに外国人の方など、たくさんの方々が笑顔で迎えていて幸せな景色でした。こんなにも愛されてるアスリートは国の宝だと思いますよ。もっと大切にしてあげてください。それと東北はリンクが少ないです。どうか宮城か東北にリンクを作ってほしいです。パレードで税金使うなって言ってる人がいるけど、結局税金使ってないじゃん。新幹線も臨時で増発されたんですってね。最近テレビでたまたま知りました。すごい羽生さん。私も行きたかったな。本人がパレードについて問われた時に、ぜひ仙台にお金を落としていってくださいの一言が効いたようですね。羽生くんの五輪優勝パレードは、ソチ五輪の時も平昌五輪優勝の時も税金1円も使わず、パレード T シャツを売りに出して、その売り上げからパレードを行いました。どちらのパレードの後も T シャツ売上金から余剰金がありましたから、それも仙台に寄付という形になったはず。羽生くん自身も2回とも五輪の報奨金1600万円仙台に寄付しています。それでパレードの経済効果1日で18億円とはすごいですね。ちなみに荒川静香さんのパレードや高橋大輔のパレードは税金で行っています。高橋は銅メダルですが、なぜか2度もパレードしています。ソチ五輪のパレードの時、アンチたちが震災後に税金使うなと電話やメールあちこちで苦情を入れたために、税金を使わない方法を考えた結果の T シャツの売り上げからでした。羽生くん自身被災地寄付は1億2000万を超えています。こんな若者を素直に祝えないアンチがいることは残念です。東京でもパレードをやっていたらさらにすごい人が集まったよね。自分も行ってたと思う。各業界と地元への経済効果、それ以上に素晴らしかったこと。パレード終了直後のゴミのないメインストリートが驚きとともに世界中に報道拡散されたこと、それによって羽生結弦の故郷として仙台の街が再び注目されたこと。ほうおうおう。40分のパレードで18億円ってすごいわよね。剰余金2200万円は宮城県スケート協会に全額寄付ですって。ただ自動車に乗って手を振るだけで自由に使えるお金を日本で一番持っている主婦層に人気だからな。還流とかに使われるよりずっとマシ。優勝パレードも税金でなく、グッズの売上金で回すなど、羽生結弦選手の周辺は気遣いも大変であったと思われる。しかしそんな中でもパレード参加者以外も笑顔にしてくれる羽生結弦選手って本当に頭が下がる思いである。コメントにもあったが、さすがスーパーアスリート、動員力、経済効果、半端ないってよが全てを表している。このような羽生結弦選手と同じ時間を共有し、フィギュアスケートの進化を通して勇気と感動をいただけることに心から感謝したい。羽生結弦選手の先のフィギュア界を考えるでなく、羽生結弦選手が挑み続ける究極の世界を夢見て、この時間を共に楽しみたいと思う。そのためにも、大会出場よりも選手としての心身ともに全開することを心から祈りたいものである。